しょう。ワクワクです、マスター。お任せあれなのです。マスター、アスナに聞いたのです。現実世界では同じベッドで一緒に眠るのは、その好きな人同士でするものだって。マスターはもしかしてそれが恥ずかしかったのですか？それなら私も理解はできます。はあ、マスターもっと早く言ってくれれば。いえ、何でもないのです。マスターが私と一緒に寝てくれたのは、そしてそれが恥ずかしいのは、多分とってもいいことなのですね。だから私はこれからもマスターと一緒に同じベッドで寝たいのです。いいですか？ありがとうございます。今日は嬉しい気持ちだけじゃなくて、私もちょっと恥ずかしい気持ちなのです。アスナが言っていたのは本当だったのですね。ああ、なんだかドキドキが止まらないのです。これだと眠れない気がするのです。マスターも同じ気持ちなのですか？私たちお揃いですね。